負けちまったのは悔しいけど、初めてのチームにしちゃ上出来だよ。この悔しさをバネに次こそは。もういい。俺にはリレーは向いてない。誰かのせいで負けたり、たとえ勝っても自分だけの力じゃなかったり、そんなのつまんねえ。ざっとてめえ、今なんつった。ちょっとやめなさい。リレーのこと悪く言われたらそりゃ怒るさ。リーはお父さんが昔泳いだリレーを大事にしてるんだもん。知ってるよ、そんなこと。それに親父のことを悪く言ったわけじゃない。だったら一緒に泳いでやればいいのに。泳いでやるだと。うっ、おー、ちょっと、何かしてやるとか、俺とリンはそういうんじゃね。ほー、ま、二人はライバルだもんね。ライバルか、そうだな、それが一番しっくりくる。マリン。だよ。バッタの勝負しようぜ。嫌だ。フリーの800ならやる。そうきたか。負けたら次のトイレ掃除交代だからな。よし、絶対勝つ。見つけたんだ。どうしたんだ、宗介。なんかあったのか。愛が心配してた。なんでもねえ。今朝のサブプールの練習の時も変だった。急にいなくなっちまって。だからなんでもねえって。これまでも時々部活休んでたよな。どこ行ってたんだ、宗介。お前ひょっとして。何でもねえっつってんだろ。宗介、おごりだ。肩痛めてんだろ。見せてみろ。やめろ。いつからだ。今朝だ。見た目ほどひどくはね。ごまかすな。今朝急にってわけじゃねえだろ。やっぱお前には嘘つけねえか。そうだよ、2年ほど前にやっちまった。トレーニングのしすぎでな。スカウトが来たって。行き先決まったってお前言ってたよな。悪い、あれは嘘だ。行き先はね。次の試合も見るでしょ。うん、場所変えようぜ。全然ダメだった。僕もです。さすが地方大会。でもまだ終わったわけじゃないよ。ええ、僕たちにはまだリレーが残ってます。二人とも お疲れ様。誠先輩。あれ、まこちゃん一人？はるちゃんは？凛の試合の後どっか行っちゃって、少し探してみたんだけど見つからなくて。お前には夢ってもんがないのかよ。もっと本気でぶつかってみろよ。答えろよ、宗介。凛先輩、山崎先輩。三鳥先輩、さっきの個人メドレー見ました？超熱かったっすけど。まあ、それより桃君、凛先輩と山崎先輩見なかった？ん？なんでだ。なんで嘘までついてサメ塚に転校してきたんだ。俺たちはライバルだ。同じチームじゃない方がいい。ずっとそう思ってた。だからお前が岩飛びに転校するって言った時も
何も言わずに見送った。中学に上がっても俺はひたすら泳ぎ続けた。リンはオーストラリアで一人で戦ってる。俺も自分の夢のために頑張ろうと思った。しばらくしてお前からの手紙は途絶えた。けど俺は信じてた。お前ならきっと壁をぶち破る。高校に入って俺はより一層練習に打ち込んだ。俺は俺自身の夢を叶えるために、いつか俺が世界の舞台に立った時、きっとその場所にはリン、お前もいる。俺は毎日厳しいトレーニングを続けた。その頃には俺に勝てる奴はいなくなってた。そんな時だった。肩に違和感を感じ始めたのは。だが俺は無視して泳ぎ続けた。けどその存在は日を追うごとに大きくなっていった。この程度で根を上げてどうする。もっと強く、誰よりも速くなるためにはまだまだ足りない。そしてついに俺の肩は壊れちまった。高一の夏のことだ。そりゃ壊れるよな。そんな頃に郷から連絡が来た。お前が帰ってきたと。けど会いたくなかった。立ち止まった姿をお前にだけは見られたくなかった。リハビリ、故障、リハビリ、その繰り返しの毎日。状態によっては出られない試合もあった。周りの奴がどんどん俺を追い越していく。焦りだけが日々増していく。惨めだった。そしてある日気づいちまった。俺の夢はもう叶わない。俺は水泳をやめることにした。水泳やめるって。けどやめる前に一度だけお前の姿を見に行ったことがあった。それが去年の地方大会だ。あの試合見てたのか。ああ、同じ夢を見てるお前の姿を最後に見ておきたかったんだ。そこには苦しむお前の姿があった。なんでこんなことになってるのか。壁にぶち当たっても乗り越え突き進んでると思ってた。なのにどうしちまったんだ。何があったんだ。もういい、やめた。水泳なんてやめてやるよ。声をかけようとしたが、かけられなかった。けど七瀬たちとのあのリレーで、それまでとはまるで別人のように生き生きと泳ぐお前がいた。お前はとても嬉しそうに仲間たちと笑っていた。その時、空っぽだった俺の心に希望が生まれた。そいつはちっぽけだけど新しい夢。俺もお前とまた泳ぎたいって夢。あの時は気づくことができなかったんだ。仲間と泳ぐことの大切さを。俺は水泳をやめる。けど最後にお前と本当の仲間になりたい。リン、お前と。なんでもっと早く言わねえんだよ。なんで隠してた。なんで。だからお前泣いちまうだろ。あかねえ。行こう。
そろそろ試合が始まる。何言ってんだ、そんな状態で泳げるわけねえだろ。大丈夫だ、無理すりゃ二度と泳げなくなるかもしれねえんだぞ。構わねえ、花からそのつもりだ。ダメだ、んなこと俺が許さねえ。せっかくニトリやミコシバとチームになれたんだ、泳がせてくれよ。ダメだ。約束する、必ず泳ぎ切ってみせる。泳ぎたいんだ、お前たちとリレーを。けど泳ぎましょう。リン先輩、山崎先輩、お前らいつから。僕もあの日から、去年の地方大会のリレーを見たあの日から、リン先輩とリレーを泳ぎたいってずっと思ってました。山崎先輩に教えてもらって、それでやっとこの日が来たんです。そうっすよ、一人一人のパワーが集まってすんげえ奇跡が起こる、それがリレーなんすよね。だったらこの4人で最高のリレーを泳ぎたい。泳ぎましょう、リン先輩。なあリン、俺たちにも見せてくれよ、見たことのない景色を。山崎さんのあの肩、どうしちゃったんだろう。あの状態で泳ぐつもりなんでしょうか。山崎は去年の俺たちのリレーを見てたんだ。あのリレーを見て山崎は自分の夢を見つけた。そして仲間と泳ぐことの意味を知った。自分も泳ぎたいと強く思った。最高のチームで最高のリレーを、たとえ肩が壊れても。だから俺たちも本気でそれに応えたい。油断してると痛い目見ますよ。その強気、失敗フラグにならないように気をつけてね。俺の必殺バサロ見せてやるぜ。残念だけどそんな余裕はないんじゃないかな。負ける気がしねえ。奇遇ですね、僕も勝てる気しかしません。これが俺たちのチームだ、最高のな。ああ、それは俺たちも同じだ。桃のバサロ、やっぱり速え。もう岩飛びに差をつけた。いいえ、誠先輩の本来の速さはストローク、ストロークスピードは誠先輩が上。でもまたバサロで追いついてきた。桃誠先輩、タッチはほぼ同時。渚くんの完璧な引き継ぎ、プルシューの成果が出てる。すごい、一瞬で差をつけたよ。ナイス。ニトリ先輩、セイ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 。あれ、ソウスケ君。ラランドレイちゃん、山崎先輩。何をしてる。今お前たちがやるべきことはなんだ。仲間への声援を送ることだろう。ソウスケ君がレイ君を捕らえた。どんどん差がついていく。
人ともどんどん加速していく。どっちも譲らない泳ぎ。二人同時にターンに入った。よくやったな。最高っす。おい、もうモモ君はありがとな。山崎先輩似合わねえ。やっと見つけることができた。せえよ。うちの部から全国に進めたのはフリー800の寮の、ブレー200の水谷、フリー100の松岡、そしてメドレーリレー、計4種だ。全国大会まで気を引き締めていけよ。はい。松岡、今回の成績でまたいくつかの大学からスカウトの打診があった。今のお前ならどこでも希望のチームに入れる。そろそろ志望校を具体的に絞っておけよ。はい。どうしたんすかニトリ先輩。ううん、なんか凛先輩もいなくなっちゃうんだなって。本当にこれが最後の夏なんだなって。何言ってんすか。あ、来年も再来年もその次の年もそのまた次の年も、生きてる限り夏は何度でもやってくる。最後の夏なんて存在しない。何の話だ。うるせえぞママ。あれあれ、モモくん。あ、って兄ちゃんいつも言ってるんす。お前ら、うん、何喋ってんだ。さっさと練習始めるぞ。はい。お、お疲れ。ああ、そういやエアメールが来てたぞ。いい知らせか。なあ宗介。ん？お前は卒業した後どうすんだ。さあな、実家に戻って親父の仕事でも手伝うかな。本当に辞めるのか、水泳。ああ、そんな顔するな。俺の夢はもう叶った。よう、七瀬。ちょっとつらかせ。何の用だ。お前、この間の大会で立っちまったんだってな。お前には関係のないことだ。俺にはなくても凛にはある。お前が立ち止まると凛まで立ち止まっちまうかもしんねえ。前もそうやって俺に絡んできたな。
俺はまだお前を認めたわけじゃねえけど、凛にとってお前の存在はでけえ。それはお前も分かってんだろ。だったら何なんだ。お前と泳ぐことで凛の可能性は引き出される。あいつにはお前が必要なんだよ。お前はなんでそんなに凛にこだわる。俺はあいつに世界の舞台に立ってほしいんだ。俺が立てなかった世界の舞台に。お前はすげえ力を持ってんだ。ならいつまでもグダグダしてんじゃねえ。踏み出すんだよ前。話はそれだけだ。じゃあな。ももくん何してるの。実家帰るのにどっち着てこうかなと。ミーティング始まっちゃうよ。早く。あ、ちょっと待ってください。すいません。せーぞ。全員揃ったか。はい。今日から1週間部活はオフになる。次に会うのは全国大会の会場だ。大会に出るやつは会場に2日前に入って最終調整を行う。それまでは十分に休養を取り、コンディションを整えておけ。はい。おい、リン。そろそろ行くぞ。お、悪い。リン先輩と山崎先輩って実家近いんですか？一緒に帰るんですか？おう。なんだよ。ゴーさんへのお土産にと思って渡してもらえませんか、このピュンスケを。ピュピュン。あ、俺が裏山の木に返しといてやる。なあ、何するんすか。俺が手塩にかけて育てたピュンスケを。樹液最初に言ったり高タンパクのゼリーを与えて温度にも気をつけて大事に大事に育ててきたピュン。リンが何と言おうと俺は春の気持ちを大事にしたいと思ってたから。でも地方大会で春は凛に言ったよね。夢ってなんだ、将来ってなんだ。それはお前のだろ。俺はお前とは違う。俺にはそんなものはない。もし春が本気で今のままでいたいって望むなら俺は何も言わない。だけど夢が見つからないだけなんだったら俺は春にそれを見つけてほしい。誰だ、リン。よう、ハル。出かけんぞ。とっとと準備しろ。行くぜ。行くってどこへ。決まってんだろ。オーストラリアだ。巡り会えた瞬間から世界は広がったんだ。この果てしなく続く広い世界、顔を上げればお前にも見えるはずだ、ハル。次回、異教のスイムオフ。まぶたの裏に見える景色は。